はい、皆さんこんにちは、ナオトです。暑い。だいたいね、今日は外の気温33度とか34度ぐらいらしいんですけど、こうやって焚き火の前にいるとね、もうマジで殺人的暑さですね。今日はね、熱中症対策で水を片手にやっていこうと思います。皆さんも熱中症には十分気をつけてくださいね。で、本日使う食材がこちらです。九十九里産ハマグリでございます。ハマグリはね、焼いて食べるのが一番美味しいと俺は思いますんで、今日はこのハマグリを網焼きにしていただこうと思います。で、今回は醤油とバターも持ってきました。ちょいちょいこう醤油だけで食べたりとか、まあバター醤油にしたりだとか、いろいろ味に変化をつけてハマグリを楽しんでいこうと思います。ではまずこのハマグリ、表面軽く洗ってあげましょう。こういうスポンジたわしとか普通のたわしで軽くこするだけで大丈夫です。どうしても食べるとき貝殻口に触れますんで、まあ少しぐらいはね、きれいにしといてあげた方がいいと思います。お水を流しながら軽くガシャーっと、こんなで大丈夫です。よし、では続けて焼きに入りましょう。で、焚き火でハマグリを焼く時の美味しい焼き方なんですけども、じっくり置き火で焼いてあげる、もうそれにつきますね。なので今結構ね、まだ火が経っちゃってますんで、しばらく置き火になるまで待ちましょう。はい、ではいい感じにお気に入りになりました。ごとくセッツからの網セッツ。よし、じゃあ貝が開けばもう大丈夫なので、貝が開いたとこからいただいちゃいましょう。おお、汁が溜まってますんで汁からいただきましょう。いただきます。あー、なんていう凝縮された海の味。これそのままラーメンスープにしてもいいぐらい味が濃いです。何もつけなくても全然美味しい。では貝の方いただきます。うん、今年もうまいなお前。いや、今年もいい出来っすね。めっちゃうまい。見てよ、この貝殻いっぱいに入ってる身。もう一口
じゃね、口の中に入りきらない。うめえ。では少し早めではありますが乾杯いたしましょう。皆さん本日もお疲れ様でした。乾杯。夏を感じるね。ではそのままでも素晴らしく美味しいんですが、醤油で香ばしくいただきましょう。醤油いただきます。うまやっぱ醤油入るとね、すっげー香ばしい、香ばしくて美味しいです。ちょっとね、塩分強く感じる部分もありますけど、これだけね、暑い日にもう汗かきながら食べてるとね、もうより美味しく感じる。あーもうやべえ、うまいしか言えねえよ、もうほんと好き、ほんと大好き。では最後、この3つはバター醤油でいただこうと思います。もうね、この暑さでバターがドロドロです。この空いた貝を使って、では最後、バター醤油いただきます。もうね、これはもう料理だよ。このハマグリの濃い味にバター醤油、やばいな。このバターの優しい風味とコク、素晴らしいですね。ではこれでラストです。ごちそうさまでした。ハマグリ最高。8個買ってきたけど、あっという間に食べちゃいましたね。ハマグリ今年の夏もいっぱい食べよう。本当にうまいわ。皆さんもね、これから夏バーベキューやる機会増えてくるかと思いますけども、そんな時にね、もうハマグリぜひ食べてください。めちゃくちゃ美味しいしね、もうみんなのテンションも上がりまくりだと思います。しかしね、今日キャンプ場結構前日からのお客さんが多かったみたいで、で午後ぐらいから来た方がいいよって言われたんで、割と遅い時間から撮影してるんですよ。なので今日はこれ一本撮りだけなんですね。いまいち足んねえな。帰りにそばでも食って帰っか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。